もう言ったことは分かってるやん。もうクモンとガソリンスタンドは言うてるわけやん。もう絶対に。もうこの時点で言うた。ガソリンスタンドはもうしつこいって。だから言うた言うてないの話をしとるんやったら。もうその話、言うた言うてないの話はもういいって。したって言ってるよな。成功なんだって。もうだから、いや、それを言った言ってないの。じゃあそれさ、いつまでもその話していいやな、じゃあ。これほんま分かってもらえると思うねんけどな、俺。これを全部こんなミニムーシーの流されへんけど。流したらいいやん。もうすでに長いです。もう可愛くもやめときますか。7はセーフで。もう一回。これでいく？いや、いかん。これが、それはいいや。分かりやすい。これ強いとか弱いとかあるから。だから、これだけ1で俺ら2や。それだ。お前ちょっと優位や。優位じゃない。これは弱いかいや。やりたいんじゃん。さっきのでいいと思ってますよ。もう分かんて。今からはどうする？太鼓が有利やで。有利に進めてくれる。どんな感じ？だからゲーム決めたらいいよ。平等じゃあかんよ。だから、それ平等なゲームで愛国言うの。分かってるから、もうタイム。じゃあ、ストップウォッチでさ、一番5秒が近い人。おー、いいね。でも愛国は1秒差。1秒差なの？はい、もうその、決める試合ないから。5秒やったら4秒だろ。そう、1秒以内、だから無理やろ。それは無理やろ。あ、0.5 やったら行ってもそう、0.5、0.5 4.5、そうそう、あれなってない、ハンデになってない。そう、1秒で100いけるやん。それやるんやったら1分でやらな。なんでさ、決めろ。いや、それ5秒なんかお前ずれへんやろ、お前どう考えたって。5秒で5秒で1秒、もう岡山やって。じゃあ 0.5 で 0.8。 いや、こうやったら 0.8 ちゃんと平等やろ。じゃあ10秒にした。逆に俺らさ、ちょうどじゃないだかも。イエス。あ、じゃあちょうどじゃなくて近い人とか。近い人、どっちが近くなの。それはアイコがさ、あれ 4.5 やったら釣りやん、うん、で俺らそれはアイコが決める。いや、それまで好き嫌いで決める。7が決めなんだよ。あ、じゃあ7が決めよう。だから 4.9 と4.9 になるのと、マイクが 4.5 になるのと、どっちになるの。あ、それ言い出したらさ、罰ゲーム1人決めなかった。そうそうそう、罰ゲーム1人で決めなかった。それです、4.9 の方が賢いやつ。あんたのハンデが意味なくなってる。じゃあタイムラは何秒差って決めとけばいいんだよ。 0.3 とか。それはセーフ。あ、うん、お前がストップウォッチ2回できるでいいんじゃん。で、いい方。あ、うん、あ、タイムは1回。じゃあタイムってその記録は1回。アイコは5秒、ここ3人は10秒。関係ないんちゃう。いや、10秒だって。いや、10秒の。いやいや、ちょっとずれる。あ、じゃあそれはさすがで 0.5。なんでそれはなしやってん。それはなし。いや、それをなしにせないで。それ意味ないから。そっか。え、2回する。じゃあ、1個は5秒で2回できる。10秒で1回。5秒で2回できる。じゃあ、5秒で2回できる。5秒にするんや。どっちかやって。5秒にするか、10秒に、5秒、10秒にするか、2回できるか。どっちかやだと。そんなに免れられへんわ。なんで？そんなに免れすぎやろ、それ。免れるやろ。あんな、だって答え。2回、5秒、2回。5秒2回。どう？5秒2回。俺らも5秒やで。なんでだ。そういうことじゃない。え、じゃあ、それお前、俺ら、どこまでさ、そんな人なんか。俺ら10秒にして、なおかつそれってお前、どっちかでも。それハンデや。2回できるだけで結構でかい。そう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 。2回できるだけで結構でかいのに。じゃあ5秒2回ってこと？うん。だから俺らも5秒やでって。いや、そうなるんやったら5秒1回でいいわ。で、10秒でやった。
ほんでそれで1回な、面白いといい、うん、じゃあ7がストップっちゃってよ、携帯であるの、あるある、でも誰か細かいつなげてある、携帯しか、え、携帯でいいよ、細かいってことや、あ、そっか、自分で押さなかった、熱ぶる、え、これで自分で押したらいいよ、え、で5秒やったら 0.5 出してやんな、うん、0.5 の概念ないって、もじゃあ順位決めて、順番決めていい、で、最後がいい、これで押したらいいやん、ずれるとかみんな平等だし、ちょっと待っていい、10秒だよ、ちょっと待って、これでこういうことやな、あ、出る出る、で一番ち 0. 何秒とか近い人が勝つ、10秒やな、うん、損やな運転してんの、くっちくっちお父さんがやる、これでこう、うん、やな、いいもん、うん、見てるな、見てない、絶対見てない、はい、俺これちゃんとしたいから、いや、じゃあで、じゃあで、ちゃんと、じゃあ分かって分かって、それが嫌やねんな、うん、あ、こうやってじゃあ黙って、まず打てる、ほんま危なっ、ずれたら言うわいいんちゃう、 1.28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 、
邪魔したし。いやもうちょっと席邪魔やったで俺は。ほんま、しょほんまはな。でもそれ今言うのなしやで。そうやったら今言ってよ。いやだから席ぐらいは。いやもう席なんて面倒くさい、無理やから。あの席は丸にしないとあかんねって。じゃだからじゃそれ言い出したらさ、わざとするやん。いやわざとかどうかわからない。今まで誰も席出てないんやから。いやその場で言わなあかんから。なんで俺らがだっていいんじゃん、それは。じゃわざと席出せよ。今まで出してなかったの。 でも俺は席されたね。ちょ、席されたんやから。その場でやめないっておかしい。その場でやめないっておかしい。結果見てから言うのおかしい。俺がすぎるもん、それマジで卑怯すぎるわ。それは1.28なんか5秒でずれるわけない。じゃあこれ10秒ぴったりやったらそれ言ってたの。 100% 言ってる。私の席ありがとうみたいな感じで言うやろ。今のもう完璧。今のディベート、今の論破してる。今の何にも言い返されて、10秒ぴったりで席してたとしても同じこと言ってたんかってな。次。なるほど。次直すね。マジで。勇気。いやもうだ。もうアウトや。いやずれたらあかんで、もうアウトや。返しのやつを。じゃあ返しでずれてたら。いや返しずれてたらもうアウトや。なんで？それアウトや。それお前イーブンじゃないやん。でもさっき言ったやん、止めるって返しでずれたら言うからって言ったやん。いやもうそれはそれやん。だってちゃんと俺はちゃんとそれしろや。いやだからもう配信するそのまま行ってるから、うん、何もスタートしてるんか。え、まだこれはセコイやろ。セコイのなしよ。いや何もしない。もうこれな、邪魔した瞬間もその罰ゲーム始まってるかも分からへん。始まってなくていいよ。いやだから、まあ、いや言わんでいいってことだから。言ったよ。それセコイってだから言うのはありや。ずれたりしまでとかにしてるよ。めっちゃ緊張するこれ。おお、すげえ。よっしゃ、これ絶対これやばいわ。作りちゃったし。93まで行く。怪しい。もうやつゲームの前だった。え、ちょ、まだやん。1人しかせえへん。だってもうすでに2人やって、あ、お父さん決定。あ、そっか、決定っていうか、あの決定勝ったやろ。勝ったやろ。やば、待って。いや、ここ意外とこんな得意か。ちょっと待ってや。緊張するこれ。あ、これ10秒ぐらいまでいったと思うよ。いや、それはやばい。いきそうやろ。10秒まで。めっちゃずれてたな。めっちゃ怖いわ、ちょっとこれ出てんのちょっと。見てないやろな。見てないわ。
すなって思って。おい、あ、もう口、あ、これもう罰ゲームやわ、これ。もうやった。マジでやってた。口もやってた。いくらいくら。もうこれもお父さんやって。いやいやいや、いやいやいや、やってないから。おぉ。もう決定やろ。もうすでに。すでに決定。ほら。決定。そう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 。待ってるけどな、なんか。待ってるな。俺一時ごちゃごちゃ言わんから。ありがとう。それで、え、じゃあやっ、いい。ポイント制でいってこと。ポイント制でいく。じゃあ一。俺一。よし。普通に山手線とかでいいんじゃん。あ、普通に。うん。何山手線。何で。なんかお題決めて。いやけどな、1ポイントの重みが違うけどな。確かにな。誰が重い。軽いやん、じゃあ頑張るんですよ、一回。いけ、全員じゃん。まあまあ、いいけど。あなたたちにポイントってないし。え、僕らがこれでごちゃごちゃ言われへんけどさ、あとからごちゃごちゃ言わんといて、それは OK してんの。誰かさんみたいな。誰かなんて誰や。誰、俺。ここ前二人で笑う。前二人で笑う。脇汗やばい。やるんじゃん、山の中で。お題は YouTube。あいこも思った、YouTuber 好き。うわそれちょっとあれじゃないグループ名とかメンバーの名前ってまた何それ出したら全部ゲーム下車とかあ下車そういうスイカとか OK あーそうなってくるからあーそっかめんどくさいそうなってくるからさもういいやん適当で適当やったらさっきみたいになるやんまた喧嘩していいやんさっきみたいなやつでいやよくないめっちゃ悪かったみからすればだからもう誰かがだからこういちいちこう突っ込まっていいってことそれが無理やろえ、じゃあもうそんなゲームやるたびに一個一個なんか決めなんだお題ちゃんとしたらいいねちゃんとなんか何もないやつ卵料理のあーいいなそれいいなでも普通にこんなケースでやるうんリズムずれたアウトいや5秒とかにしやろ5秒卵料理ってめっちゃ難しいいや例えばなそっちの方がなんかわけわからんくならへんあいこが作ったことある料理とかめっちゃ少なかった嫌やな手料理いや今日これ一人が負けるけどなまた、うん、でもさもうすぐ終わるやんどうせだから一人に抜けたら4人でやるみたいなあ、うん、勝つまでやる勝ち抜けみたいな感じ、うん、テレビ番組とかでいいじゃんじゃ絶対間違うことないやんテレビ番組やったらだってなんか文句ないの別に、うん、文句ないな、はい、えそドラマとかもありのありありあり全部アニメテレビ番組やなアニメの一個一個でもいいじゃあここから時計のえこうタイム最後かお前のえ5秒でいい5秒でもリズムずれたら嫌じゃない3秒えこれまだ3秒ってどういうこと3人がそれいらんやんじゃあこれいやこれいらんやん別に3、2、1でやる1はいはい三田園3、2水曜日のダウンタウン1、3アメトーク3ロンハ2リンカーンコナン二鉄
いいと思う。ドラえもん、クレヨンしんちゃん、今日から俺はあなたの番です。言ったね。言った。2、1。ゼロ。リクルートする、抜けるって。ライコンもなし。いいじゃん。だから考え。一ポイントなしでいいじゃん。だからでもマイナスにする。マイナス一ポイント。マイナスせこい、そんな今さら。一緒やで、どっちにしろ。一緒や。なんで？だって前な、次ゲームやった時にさ、次勝たなあかんやん。マイナスにされたら。だから4人で勝ち抜けって決めたやん、初めに。そうやね、最初決めたりするわ、そうや。なんか勝った気分。はい、じゃあ4人で。じゃあお題変えるのか。お題変えるのか。アイコ数えてやん、3。どうする？お題は、店の名前。一個一個のコンビニとかでも OK。いや、なし、それは。え、じゃあコンビニってこと？あ、じゃあ、ローソンとかでも。それは、え、ありやんの？あり、あり。店名。じゃあ、ここからな。ゲーセンとか。あ、なんでもいい。はい！ここから。コスモス。3。ロンドン。うれしい。あ、でもここやな。コスモ。なんて、何？コスモ。何コスモ？パチンコや。3。え、いい。揃うね。何から泉屋。おー、マルハン。3。ファミリーマート。セブンイレ。サイゼ。日本生命。ダイソー。ガスト。紫式部。早っ。セコム。なあ、そういう系やめてよ。セリア。3。ダイソー。あ、言った。泉屋。言った。言った。すげえ。出すぎやろ。アパマンショップ。俺やあ、飛ばした。アウト。これはアウト。これアウト？嘘やん。次は3人出るわ。うわ、最悪これ。めっちゃ最悪。お父さんはマックスしてる。どっちかがいい。俺じゃなくてもいいかな。3。え、お題変える？あ、そう。じゃあ。めっちゃこれ最悪よ。変なミスが。やつ、おやつの名前。お菓子。商品名やんな。怖いな、商品名。ジュースにする？あ、ジュースにする。やったら。飲み物でいい？飲み物にしよう。飲み物。コーヒー。じゃあ、アクエリ。ブラックコーヒー。シジレモン。ポカリ。カフェオレ。コーヒー。コーヒーもさっきもブラックコーヒーとか言ってた。いや、いいよ。まあ、あり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 。3。メニュー。オーナミシ。早いな。カフェラテ。はい、このデカミだ。ありあり。アイスコーヒー。抹茶ラテ。どデカミ。待って、キャラメルフラペチーノ。すげえ。あ、ここ。違う、完全じゃん。あ、そらか、3。2。コーヒー牛乳。カフェオレやん。いや、カフェオレは違う。アイスコーヒー。メロンソーダ、メロンソーダ。レモネード、3。レモネード。あ、オッケー。3。冷やし飴。は？は？冷やし飴。ちょっと待って、いやいやいや、冷やし飴。冷やし飴はあるから。飴や。いやいや、冷やし飴はあるから。これは。あるな。あるあるある。別に。サイダー。3。サイダー？なしやろ。なんで？商品名。三ツ矢サイダー。言ったらもうなしやろ。それ言い出したら商品。あ、そうなの？商品名じゃなくて、いいよ、もうサイダーとかで。ココココラ。3。これ ?CC レモン。言った。3。最初から言ってたから俺らミンシー言った。はい、終わり。かわいそう。ちょっとこっちかわいそうじゃない。よっしゃ、ここまで来た。うん、これはもうどっちでもいいけど。見えなくても今は怖いて。
弱音マイナスは吐くな光が差すもうじき沈んだってまた昇るぞ進む限りの意味今は目立ち曇りその向こうに輝く太陽